疲れ様です。土山、すごいな。みんな大丈夫かな。真っ白。ここ滋賀県やけど今日よう降るな。すーごい降ってる。あ、ちょっとコメント読まれんだけど、あれです、なんか鈴鹿からなんかちょっと雪混じってるなーと思いながら配信撮って、ほなもう土山のパーキング手前からもうどっさーって降ってきて、今滋賀のね、甲賀土山ですね。もう神山越えて、あ、おはようございます。ちょっと新名神電波悪いです。どこまで降ってんのやろ。江南あたりまで降ってんのかな。ここね、滋賀県の土山のインターですね。ワイパーサク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 言うてるわ。もう大丈夫やろうと思ってスタッド外したのにな。あ、ミックスやからゆっくり行ったら大丈夫やと思うけど。あ、おはようございます。よしよし、みんな走ってんのかな。ここちょっと下りやから気ぃつけなあかんな。あれちゃう、御在所とかで寝てる人起きて走り出してうわーってなるんじゃん。ちょっと今前見てるんでコメントは見えません、ごめんね。ちょっと雪です。俺がもうちょっと右なんかな。ちょっと真剣です。あ、去年の年末まででもこんなに雪当たらんかったけどな。スタッドレス外した後や言うのがちょっと嫌やな。でも どこまで降ってんやろうな。でももう雪やんできたな。やんできたかどうかは分からんけど、もう雪やんできたっぽいね。地面見えてきたもんな。うん、雪の粒もちょっとちっちゃくなってきた。おー、びっくりした。もうほんまに亀山越えてからもう土山のもうあのパーキング前後やばいで、すっごい降ってるからドバーって降ってて、視界もめっちゃ悪いしな。視界良好、佐野良好になってきたわ。ああ、よかった。もうこんなん京都までもうどっから降っとったもんどうしようかな思ったわ。あれですね、新言語合ってる、決まりましたね、令和。俺なあれだけなエネフリや思ったけどな、令和か、そうか。ちょっと令って書きにくいよな、なんかちょっと書きにくいな。あの俺の例の方が良かったな。なんか、うん、おー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 、あれやな、ちょっと降ってるな。もう土山サービスエリアの手前とかもうめっちゃ雪ガッサー降っとって、もうめっちゃ積もっとって、もう
もう道路真っ白やってんか。ほんなもうレジャーがもう右に右に寄ってきて寄ってきて、もうめっちゃ走りにくかったわ。まあこの後事故起こらへんかったらええけどな。うん、大丈夫この後みんな。これでもあれやろ、降り続けることないんやろ、ちょっとわからんけど。おー、でも雪なんでね、気ぃつけてくださいね。うん、俺あれやね、あそこ四日市ジャンクションから東名阪入って亀山ジャンクションから来てんやんか。だからちょっと四日市ジャンクションから鈴鹿インターとかあの辺の道路状況はちょっとわからんねんけど、まあ降ってるやろうな多分な。うん、そう、いや天気良かったから亀山で降りて伊賀で洗車していこうかなと思ったら、もう雪わー降ってきたから、雨が洗車できへんやんと思って、そう、ほんでこっち回ってきてんけど、ここ越えたらもうライブ終わりますわ。そう、ちょっと雪降ってるでーってちょっと知って教えたかってもう知ってるとか言って、そんなレポートいらん言うて。あれですよ、みんな新名神気ぃつけてくださいよ。港南のパーキングから亀山ジャンクションぐらいまで、去年からはい都市で多分一番の雪に当たりました。あ、洗車機は当てる、パーマは当てる、雪に当たる、当たる、はい、当たる世代でした。じゃあもう終わりますよ、あのトンネル見えてきたら終わるよありがとうございました。